海道立文学館の特別展、スーホの白い馬の画家、赤羽末吉。この展覧会では、スーホの白い馬で知られる絵本画家、赤羽末吉の親しみやすく、かつ格調高い画業の魅力を紹介します。展示室に入ると、長いパネルが皆様をお迎えします。赤羽末吉が手掛けた絵本の表紙を紹介したものですが、全長は約5メートル。当館所蔵の本を中心に、一挙83点を掲載しています。代表作、スーホの白い馬のコーナー。全場面のピエゾグラフを展示しています。スーホの白い馬本文や赤羽末吉が内モンゴルで撮影した写真なども合わせてご覧ください。スーホの白い馬の他にも赤羽はモンゴルや中国少数民族に伝わる民話を描きました。星になった竜の牙は石から生まれた若者サンが竜の兄弟喧嘩で破れてしまった空を直しに行くという壮大な物語です。大戦前の旧満州に住んでいた頃、東北地方からの開拓団の子供たちに出会ったことをきっかけに雪国への憧れを抱くようになった赤羽末吉。戦後勤めの傍ら、休暇を取って東北上信越地方に取材旅行に行きます。厳しく吹きつける雪、柔らかく降り積もる雪、さまざまな雪の様子をスケッチし絵本制作に生かしていきます。北海道に関わる作品も手掛けています。アイヌの民話を元にしたケチンボオオカミです。制作にあたって参考にしたと思われる資料についても紹介しています。札幌出身の児童文学者石森信夫との交流についても紹介しています。石森信夫に宛てたハガキには宣言岳の想定に関わる内容が見られます。作家との共同制作以外にも自ら文章も考えた絵本を制作しました。幼稚園の子どもたちが大きく想像力を膨らませる大きな大きなお芋、平安時代の武将渡辺の綱と鬼の戦いを描いた鬼の腕、現代の鳥獣戯画として長年の構想を経て生み出されたおへそガエル、ゴン、三部作など、東京の下町で育った赤羽の歯切れがよくユニークな語り口と生き生きとした絵が楽しませてくれます。映像コーナーでは赤羽末吉の生涯と画業を動画で紹介しています。アトリエで実際に使用していた画材や地上に置いていた置物などもご覧いただくことができます。さまざまな試みによって絵本界を切り開き牽引した赤羽末吉、徹底した取材と交渉を軸に想像力豊かに描かれた
日本の魅力をお伝えできれば幸いです。